何ですか、あなたたち。お久しぶりです、カスカさん。約束通り迎えに上がりました。あなたは BL スキップ。剣持さん、今日退院ですね。おめでとうございます。カスガさん、この度は世話になりやした。いいえ、お仕事ですから。俺必ず足洗ってまた戻ってきます、あなたの元へ。ダメです、病院なんて健康な人は来なくていい場所なんです。二度と戻ってくるなよ、このチンピラが。すいませんした。足抜けなんて言わないでください、剣持さん。話せ春日さん。いつか俺と結婚。ほらほら帰りますよ。バカだな。一度その世界にどっぷり浸かったなら抜け出すなんて想像できないでしょう。そしてそれは僕も同じ。はい、僕です。ああ院長、今晩ですか。わかりました、いっぱい愛してくださいね。病院の院長との不倫、もう何年だろう。影日向の生活だけど僕には合っている。たくさん援助ももらったし、何より僕はあの人を愛している。この暮らしがきっとずっと続いていく、そう思っていたのに。ああ、まさか院長夫人にバレてたとはな。誰だろう、チクったやつ。この病院ともお別れだし、明日からどうしようかな。何ですか、あなたたち。不倫がバレてただけじゃなくて、もしかして僕、ヤクザに売られた？お久しぶりです、カスカさん。約束通り迎えに上がりました。あなたは誰だっけ？そんな、カスカさん、俺ですよ、剣持良二です。ほら、1年前あなたに助けていただいた。冗談です、覚えてますよ。でもどうしてあなたが。そら、もちろんあなたに結婚を申し込むためです。山の井春日さん、俺と結婚してください。本気だったんですか。俺はこういう冗談は嫌いっす。でも僕と剣持さんの接点って。もう剣持さん、またピーマン残してる。勘弁してください。ピーマン食べるくらいなら小指詰めた方がマシです。そんなわけないでしょ。そうだな、ちゃんと食べられたらご褒美あげちゃおっかな。それって剣持さんが期待してることしてあげてもいいですよ。春日さん、どうすか、完食しやしたぜ。わあすごい、やればできるじゃないですか。最初からやりやがれ。じゃあ約束通り。本当にいいっすか。他の患者さんに聞こえちゃうから静かにね。春日さん、お遊びのキスを何回かしたくらいですよね。
遊びだったんすか？っていうか、それだけで僕と結婚したいって本気で思ったんですか？いや、他にもありやすね。あら、そう、俺が入院したばかりの時。兄貴、死なないでください。兄貴が死んだら誰が組をまとめるんですか？うるせえ、ひっつくな。この程度の怪我で死ぬわけねえだろって下の奴らには言ったが、正直今回は危なかったな。あいつらに心配かけてるようじゃ俺もまだまだ。剣持さん、やっぱりここにいた。すいません、部下たちが大げさに騒ぐもんだから見つからねえ場所にと思ってつい。ああ、もう無理しなくていいですから。え？皆さんの前で情けない姿なんて見せられないって思ったんでしょ？いや、まあ、はい。あいつらの前では強くて頼もしい俺でいたくて。上に立つ人って孤独ですよね。誰からも理解してもらえない、虚勢を張ってでも理想の姿を見せ続けないとって。でもね、剣持さん、僕の前では我慢したり嘘ついたりしないで、そのままのあなたでいいんです。だってあなたのケアをするのが僕の務めなんですから。春日さん、あの時俺感動したんです。これほど俺のことを分かってくれる人がいるとは。こんな人とずっと一緒にいられたらって。言えない。院長に言ってたことをそのまま言っただけだなんて。でも俺はヤクザです。春日さんの幸せを考えたら一緒にいるべきじゃない。この一年、あんたを諦めるか足を洗うか、そればかり考えてました。でも春日さんが誰と付き合ってるかを知って考えが変わりました。え？あんな奴が春日さんを幸せになんてできるはずね。だからすいません、ちょっと強引な手使わせてもらいました。え？もしかして？はい、俺が院長夫人に話しました。何余計なことしてくれてんの？僕はあれで十分満足してたのに。何言ってるんすか？不倫が幸せな結末になんてなるわけが。あいつは結局春日さんのことを責任取るつもりなんて思って。分かってるよそんなこと。それでも愛してたんだ。でもいつか終わりが来ることもきっと分かっていた。俺が！あんたを幸せにする。あんなジジイのことなんてこれっぽっちも思い出さないくらいあんたを愛し抜く。この剣持良治すべてをかけて誓う。でもヤクザじゃん。半端に足抜けするよりこの立場を利用する方があんたを守れると。だからこの一年で体制を盤石にした。あんたを迎えに行くために。はぁ、バカみたい。看護師なら誰でも言うような言葉でコロッと落とされちゃってさ。プライベートの僕のことなんて全然知らないくせに勝手に夢見ちゃってさ。それはでも恋って案外そんなもんなのかもね。ねえ、僕を夢中にさせてみてよ。君のことしか見えなくなるくらい。そしたら結婚してあげる。君にできるかな。春日さんがそう望むならやってみせますよ。それじゃあこれはあの日の続き。
ああ、院長の愛人の次は極道の妻だか。人生って本当何が起こるかわからないね。でも案外悪くなさそう。BL スキップ。BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。公式 SNS のほか、ファンサイトやビクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。